愛ずる破り捨てたら Kiss me please 運命の目西暦2055年ハイパーテクノ国家と化した日本を巨大システムが支配していた。政治も経済も全て中央政府のマザーコンピューターにより管理コントロールされている。大衆は個人のプライベートな価値や自由を謳歌するのではなく、組織の一部として自立性を否定された部品となることが求められ、生まれた時から巨大システムが支配する社会の規範に従って生きるように訓練して作り変えていく必要性が認められていた。ここはマザーコンピューター直属支配階級の子弟を集めた学園。学園のコンピューターに異常はないか、正常に稼働しているか、チェックチェック。教育とはコントロール、組織の一部に作り変える。マザーコンピューターの指令を待て。総理、我々は今正しいレベルにいる。日本を動かしている巨大システムとアクセスできる正しい人間を養成する、それがこの学園の使命、私たち教師の役割。
はようございます、香織先生。おはようございます、ドクター。カリキュラムはマザーコンピューターの指示通り消化されていますか？ええ、極めて順調に。そうですかな。私の入手したデータによると、あなたはあまりにも生徒と会話しすぎる。例えば、先週1週間の間にあなたが生徒と会話した総時間数は5時間36分28秒。他の先生方は平均して45分57秒。あまりにも多すぎる。しかも、学習促進効果のプログラミング外だ。生徒と会話するのがいけないことですもん。ここはよその学校とは違う。学園のコンピュータ管理責任者としてご忠告申し上げます。生徒たちと会話する暇があったら、莫大な知識、情報量を彼らの脳にインプットさせてください。私的な会話は中央からの指令であるマインドコントロールを妨げます。わかりました。夏休み明けから次の段階へ進むよう指令を受けています。それはどういうものですの？脳神経監視システム。脳神経監視システム。ええ、個人の脳とコンピューターを結びつけ、その思考、行動、個性全体をコントロールし、個人情報を記録するシステムです。これにより中央政府の意図にかなったマインドコントロールはほぼ完璧になります。それはいいことなのですか、生徒たちにとって？もちろんです。この体制の中で教育されてこそ、未来のエリートたるべき彼らの幸福は保証されるのです。でも私、なんだか怖いような気もしますけど。先生、体制に疑問を持つことは許されてはいません。ここまではよく理解できてるわね。はい、はい、先生。この前出した宿題できてる？バイオテクノロジーに関するレポート。はい、はい、先生。ちょっと難しかったかしら？いいえ、先生。じゃあ、それぞれ選んだテーマを発表してもらおうかしら。
龍一君から。はい、僕の選んだテーマはクローンです。クローン人間の研究はほとんど完成されているらしいですから、これからは優れた人間だけが増殖生存可能な時代になります。わかりました。ではさやかさん。はい、私は遺伝子工学における DNA バンクのあり方についてです。面白そうなテーマね。じゃあみどりさんから順番に答えてちょうだい。はい、バイオマテリアルについてです。染色体操作です。人工遺伝子についてです。シャトルベクター。ニューロコンピューター。細胞融合です。バイオセンサーです。トランスジェニック生物です。みんなそれぞれいいテーマだわ。じゃあそのレポートは私のパソコンデータにファイルしておいてちょうだい。わかりました先生。さてと、みんな何か質問はない？とても素直なのはいいのだけど、みんな若いんだからもっと元気があってもいいんじゃない？それとも毎日コンピューターばかり相手にしてるから言葉を忘れちゃったのかしら。先生、元気とは何ですか？僕たち学習してないので分かりません。それはね、いいわ、私から質問するから答えて。あなた方が例えばバイオテクノロジーという学部を学ぶのは何のため？それは国家にとって役に立つ人間になるためです。他の人はどう？国の求める正しい人間として生きるためです。国の指導者の一員となり大衆を導くためです。優秀な人間を増やすためです。大変立派なお答えね。教科書にそう書いてありますから。そうだったわね先生。何慎吾君？どの学科もってわけじゃないけど、僕はバイオテクノロジーは興味があるから学んでいます。僕の好奇心を満足させてくれるから。とてもいいことだわ。慎吾は変わってると思います。慎吾は変わってると思います。慎吾は変わってると思います。あなた方、変わってるのは君たちの方だ。先生、時間の無駄です。先へ進んでください。マザーコンピューターの指示通りに決められたカリキュラムを消化し、国家の求める大人になること、それが私たちの義務ですから。香織先生、生徒たちを挑発するのをおやめなさい。無駄であり無意味なことです。でも私、なんだかあの子たちがかわいそうに思えて。いいですか、あなたは中央政府から選ばれた教師なんです。この学園の教師になりたがってる人間は大勢いる。今じゃ日本中どこの学校も
アンドロイドの教師か、カリキュラムをインプットされたコンピューターロボットが人間にとって変わっている時代だ。そんな時代に真に優秀な人間だけが選ばれて支配階級の子弟の教育にあたり、それなりの成果を上げれば知的エリートとしての特権が与えられる。これほどいい話はありません。私は自分のしていることが教育だとは思いません。最初は確かに私もこの学園の教師に選ばれたことが誇りでした。生徒たちはみんなとても素直で優秀で勤勉です。でもあれで生きてるって言えるんでしょうか。ほとんど人形のようで、まるで生気が感じられません。この学園の生徒はあれでよいのです。今の社会構造の中では彼らは自我を持つことは許されてはいません。彼らこそ社会が、というより中央政府を動かす巨大システムが求めるあるべき正しい姿の人間なんです。ドクター、あなたは学園のコンピューター管理責任者であると同時に学園の高位でもあります。それも専門は精神科の。なぜ外科や内科でないあなたが高位に選ばれたのですか。それは人間の心というものは脆いもので、システムに順応しきれないと心を病み、肉体にもさまざまな変調をもたらせます。私の仕事は心を病んだ生徒を治療し矯正してやることです。あるべき方向にですか。あるべき方向にです。私にはあなたこそ心を病んでいるように思いますわ、ドクター・シン。先生、転入生が1名あるのはご存知ですね。ええ、今日来るとか。彼は極めて優秀な生徒です。ああ、それから余計なお世話かもしれませんが、世の中には解決しない方がいい問題もあるということをお忘れなく。失礼。君、転入生だろ。先生から聞いている。僕はこの学園の生徒会長で龍一。よろしく。よろしく。今日から世話になる。なんて名前。名前、そういえばそんなもんあったっけな。前の学校じゃ必要なかったから。じゃあ自己紹介させてもらうよ。識別ナンバーアルファ500-3BM-26。一応名前はサトル。珍しいわね、夏休み前に転入だなんて。中央からの指令だからね、マザーコンピューターの。学園にようこそ。ここは退屈なところだぜ。慎吾は黙ってろ。じゃあみんな自己紹介してくれ。かすみ、ひとみ、しょう、みどり、はやと、ゆうじ、ともこ、さやか、しんご。もうすぐ夏休みだけど、僕らは全員この寮に残る。いろいろ家庭の事情ってものがあってね、家には帰らない。君は。僕もだ。それも中央からの指令かい。いや、僕には帰る家がないだけのこと。じゃあ今までも。ああ、学校から外へ出たことはない。それで寂しくはなかったの。寂しい、それはどういう感情なのかな。まだ学習していないのでわからない。しかし
君たちはなぜ僕にいろんなことを聞く？なぜそんなに他人に関心を持つんだ？この学園じゃそういう教育を受けているのか？すまない、別にみんな悪気はないんだ。君の気を悪くさせたのなら謝るよ。ただ僕らコンピューターに囲まれて生活し管理されてるものだから、時々妙に人と関わりたくなるんだ。もちろんこの学園じゃ必要以上に誰かに関心を持ったり関わりすぎたりすることは禁じられている。会話したくなれば音声言語をインプットされたコンピューターが相手をしてくれるし、ごくたまにだけど教師に質問すれば答えてくれるわ。幸か不幸かこの学園の教師は一応人間なんでね。でも時々なぜだかふっとね、人恋しいって言うのかな。人と触れ合いたくなる時がある。それは君たちがまだ未熟だからだ。今のシステムを理解していないからだ。システムこそが神だ。僕たちはその神に仕えるしもべとして選ばれた人間なんだよ。人間と関わるよりシステムと関わることの方が大切だ。そうだろう生徒会長。ああそうだな。サトル、君ってなんだか怖いよ。よくわからないけど。それはどう思う？シンゴって言ったな。君はこの学園を気に入ってないみたいだな。退屈だって言ったろ。逃げ出したくてたまらないよ。シンゴは変わり者なんだ。僕らとは違う。それより学園の中を案内しよう。寮の部屋もこっちだ。君のことは覚えておくよ、シンゴ。言語テレパシーか。どうして僕の能力が分かった？何か訳ありそうな転入生だとは思ったが、体制に従え。マザーコンピューターの指令に疑問を持つな。できないと言ったら？この夏休みも本学園の生徒である自覚と誇り等を忘れず、勉学に励み体を鍛え、将来の日本を担う人間たるにふさわしく過ごしてもらいたい。それでは諸君、また来学期に。今年も僕たちは学園の寮で夏休みを過ごす。両親と最後に会ったのはいつだったろう。パパやママに会いたい気持ちがだんだん薄れてくるような気がするわ。どうしてかしら。でもここにいれば余計なこと考えなくて済むし、好きよ私ここが。大人になれば僕たちは巨大システムに参加するんだからね。家族だの家庭だのといった概念は捨てるべきなんだ。マザーコンピューターこそが私たちの真の親となり、家族と呼べるものになるんだわ。でも僕は時々無性に寂しくなる時があるよ。寂しくて寂しくて、でもどうしていいか分からなくて大声で叫び出したくなる時がある。龍一らしくないわね。
あなたはいつだって冷静で落ち着いていて、自分の感情なんか出したことないのに。人間は機械とは違う。いつも自分の感情を抑え込んでいるわけにはいかない。コンピューターとアクセスしたってコミュニケーションしたことにはならないよ。もしかしたら今の日本もこの学園も間違った方向へ進みつつあるのかもしれないって僕は思える。そんなことあるもんか。誰も信じないよ。やっぱり慎吾は変わり者だ。慎吾は異端者なんだ。マザーコンピューターが間違うはずがない。僕たちは国家にとって役に立つ人間となるために、物の考え方も感情も知識も全てコンピューターによって学習してきた。それは僕にとってとても心地よい学習だったよ。僕は嫌でたまらなかった。龍一、さっきみたいに寂しいという感情を素直に出している君の方が僕は好きだな。そう、確かに人間は感情の動物だ。だからそれを制御することが必要なんだよ。君か。もちろん自分自身の感情をある程度コントロールすることは必要だ。人と関わる上ではね。僕たちは人と関わるために学習してるんじゃない。私たちが学んでいるのはできるだけ感情を排除するということ。常にコンピューターのように正確で間違いのない判断を下すために。喜怒哀楽などの感情は余計なものだ。ましてそれを表現することは、限りなくコンピューターに近づくことは限りなく神に近づくことなんだ。人は神にはなれない。そう考えているのは君だけだよ慎吾。システムは神だ。そのうち教えてあげる。システムの中でシステムに守られて生きていくことの素晴らしさを。従わない。君みたいな体制批判の不穏分子が今まで処分されずに見過ごされてきたのは、君がある種の ESP の所有者だったためか。支配階級には単なる言語テレパシーといえども超能力は必要だからな。でももうそうはいかない。覚えておくよ君の忠告。監視役さん、禁断の楽園、偽りのバイブル。
おはよう、龍一。おはよう。夏休みだっていうのに熱心ね。今日は何の勉強？数学。でも勉強のためばかりじゃない。不安なんだ。毎日こいつに触ってないと。生徒会長さんに相談したいことがあったんだけど、後にするわ。慎吾のことか。ええ、彼のおかげでこの学園が中央から睨まれでもしたら大変だわ。私たちの将来。分かった、考えとくよ。お願いするわ。じゃあ後で。どうしたの？頭が。大丈夫？頭が痛い。龍一、龍一、大丈夫？ねえ、龍一、龍一、ねえ。もう大丈夫だ。時々こうなるんだ。勉強のしすぎよ。ドクターに行って薬もらってきてあげるね。いいよ、さやか。それより、僕は近頃同じ夢ばかり繰り返し見るんだ。そして次の日、決まって頭痛に襲われる。その後、何かを思い出したくてたまらない気分になるんだ。それがなんだかよくわからないけど、現に今だって僕の頭の中には昨夜の夢がありありと蘇ってる。まるで幻覚みたいに。私たちみたいな、じゃあナイスなガールがゲットできるとでも思ってんの？大げさじゃないんだって。あん時俺の打った球がさ、もうちょっとで柵越えって時に飛んでたカラスに当たっちまって、それがまた運の悪いことにその球がコーチの頭の上に落っこちたもんだから。鼻血でも出してひっくり返ったの？いや、もうこんなでっかい単価部ができちゃってさ。信じらんな。本当なんだって。はいはい、わかりましたでございますよ。な、それよかさ、今度の日曜日だけど。サンキュー。よう、ハヤト、何してんだよ。もう練習終わったのか？ねえ、ショウ、ちょっと聞いてくれる？ハヤトの言うことって超大げさで。相変わらずだな、お前は。緑とトモコに何言ってたんだよ。お前こそ、とんだお邪魔虫。せっかく話が盛り上がってたのによ。大方デートにでも誘うてこんたんだろうが、そうはいかないぜ。ギター大物一頭も得ずって知らないのか？知らない。その素直さというか単純さがお前の取り柄だな。でもトモコはダメだぜ。俺が先役だ。
悪いな。一緒に遊園地行くんだもんね。あやめ池のねえ。なんだそれ、早く言えよな。みどりちゃんは？なんか言った。よーみどり、待たせたな。ゆうじ、ありがとう。誰このお兄さん？あ、同じクラスの子、ハヤトっていうの。クラスメートってわけか。俺はみどりの幼馴染でゆうじよ。わーお、しくなんかみどりが世話になったみたいだな。いや、俺は別にお世話なんだ。ヘイユーユーユー、マッドマウスってバンド知ってる？知ってる知ってる。知らない。俺のやってるバンド、もう最高だぜ。なあみどり、超最高。バリバリノリノリ。あ、今度コンサートやるんだけどよ、お前も来るか？みどりのクラスメートとしてご招待申し上げるぜ。いや、遠慮しとくよ。そうかい、じゃまたな。行こうかみどり。あたしお腹すいたっていうか、ハンバーガーでも食べたい雰囲気っていうか、ごちそうしてくれると超嬉しいなみたいな。オーケーベイブ、あれの上がりだ。ラッキー。ただし1個だけ。ねえ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 、リュウイチ見なかった？見てないわよ。一体どこ行っちゃったのかしら、この忙しい時に。どうかしたの？学校新聞の原稿締め切りが迫ってるっていうのに、全然取材してないから私一人で走り回ってるの。本当もう編集長としての資格はないんだ。龍一らしいや。こうなりゃ私一人でもやるわ。何すればいいわけ？みんなの将来の夢を聞かせてほしいのよ。今回の企画は現代の若者の夢取りそうっていうの。いてぇ！さあ、いやみんな何してんの？シンゴとカスミも協力してね。ハヤト、いつまで油売ってんの？練習やる気ないんだったらさ、野球なんかやめちゃえば。試合が近いってのに。まさかあんたに。みかんも協力してお願い、ちょっとだけ。そんな、さあ一列に並んで端から順番に答えて。わお、じゃあ俺からだ。俺はなんてだって、ロックよロック、パンクロック。俺のロックで世界を変えてやるぜ。私はさ、なんかこう派手にバーッと目立つことやって、超有名な目指せ世界のアイドル。俺はプロのサッカー選手になって外国でプレーしてみたい。私は宇宙へ飛び出すの、火星や金星について調査しレポートするの。俺はできれば無理かもしんないけど、さっさと言いなさいよ。プロ野球に行きたい。だったら練習サボらないでね。あ、ねえねえねえ、私はさ医師になりたいの。それもね、スポーツマスターになりたくて。私はファッションデザイナー、流行を生み出すクリエイティブな仕事がしたいの。俺は絵を描いていきたい。俺の家系で世界をねじ捨ててやるんだ。ありがとう。あれ、リュウイチじゃないか？リュウイチだわ。いや、リュウイチ。いや、みんな何してんだ、そんなとこで。何してんのじゃないわよ、まったく。一体どこほっつき歩いてたのよ、締め切り間際だっていうのに。ごめんごめん、ちょっと先生に呼ばれてたもんだから。お前また何かやったのか？何もしないよ、ちょっとロールプレイングゲームの相手をしてただけ。
のんきなものね。ごめん。まあいいわ。完成。雄一、ついでに聞かせなさいよ、あんたの将来の夢。俺の将来の夢はね、世界を駆け巡る国際派ジャーナリストになること。ただコンピューターとアクセスした情報を伝えるだけじゃなくて、俺自身の心と体で感じ取ったことを伝えたいんだ。ナイスじゃん。だろ、うん、叶うといいな、俺たちの夢。弱気じゃダメだ、必要なのはパッションだよ、パッション。そうだな、みんな夢を捕まえようぜ。きっと俺たちのこの手で。でもダメなものはダメだ。コンピューター管理責任者として断る。待ってください、ドクター。僕は何もあなたと同じ権限を手に入れようと思ってません。一度、ただ一度でいいのです。学園のコンピュータールームへ入れてください。ダメだ。あそこにはこの学園の生徒に関するあらゆる情報がファイルされている。それを公開することは許されてはいない。私ですら知り得ないことだ。僕が知りたいのは僕自身のことだけです。君自身のこと？ええ、正確には僕の父についての情報です。なぜ前の学校で調べなかったんだ？あっただろう、コンピュータールームは。ありました。でも父の情報は見当たりませんでした。父はある特殊プロジェクトの研究員だったのですが、仕事中の事故により殉職したと聞いています。僕は父がどんな研究をしていたか知りたいのです。ここなら中央と直結してるし、わかるかもしれない。知ってどうするんだ。できれば僕も父と同じ研究を。やれやれ、君のような優秀な生徒でもまだ情緒的な親子関係を引きずっていたとはね。それだけではありません。僕は監視役としての役目を果たさなければなりません。それにはあのコンピュータールームが必要なんです。ドクターにご迷惑はかけません。本当に一度だけだからな。コンピュータールームの侵入禁止解除のパスワードだ。アクセスのやり方は分かるか？はい、感謝します。あのコンピュータールームはパンドラの箱だ。開けてしまってから後悔しても遅いんだよ。
よし、テレパシーであいつを呼び出そう。シンゴ、話がある。来てくれ、コンピュータールーム。入り口は開けておく。僕が長い間探し求めていた情報がここにあるんだ。やっと分かる時が来たんだ。その前に仕事を終えてしまおう。監視役としての役目を果たそう。君はテレパシー飛ばして人を呼びつけるのが趣味なのか？迷惑な話だ。君なら来てくれると思ったよ。何しろこの学園じゃテレパシー能力があるのは僕らだけだからね。君にとって僕は同類意識の持てる唯一の仲間というわけさ。僕は別に仲間だと思っちゃいない。じゃあなぜ来た？ここに興味があったからさ。僕のおかげでこの部屋に入れたんだ。感謝してほしいな。さて本題に入ろう。僕はこれまで君に忠告してきた。体制に従えとね。もう一度聞くが、君は他の生徒たちのように中央の指令に素直に従う気はあるのか、ないのか？ない。人は機械の言いなりにはならない。分かった。そういうことなら僕は監視役としての任務を遂行しなければならない。学園から不穏分子をなくすために君を処分する。処分？君は理数系が得意だったな。マイクロ波が心臓の鼓動に影響を与えることは知ってるね。心臓の鼓動リズムとマイクロ波のパルスをシンクロさせることによって心臓に影響を与えることができる。つまり僕を心臓発作で殺そうというのか？さすが分かりが早いね。権力に雇われた犬ね。これは国家のためにすることなんだ。待て、どこへ行くんだ！君には少しの間そこにいてもらう。マイクロ波を受けてもらうためにね。やめろ！やめるんだ！何が起こったんだ？ドクター、一体何が起こったんですか？これは異常事態だ。あるはずのないことが起こってしまった。故障したんですね、コンピューターが。マザーコンピューターが故障した。この学園は一体どうなるんだ？信じられない。マザーコンピューターが故障するなんて。
頭の中がめちゃくちゃだ。どうなるんだろう、この学園は。先生、もうおしまいだ。何もかも狂ってしまった。日本は破滅だ。何をおっしゃっているんですか。たかが機械の故障じゃありませんか。それより生徒たちは人間なんです。生きてるんですよ。早く来てください。あなたは医者じゃありませんか。私でもまだ役に立てるんでしょうか。当たり前じゃないですか。さあ行きましょう。さっきまではみんなただぼーっと席に座っていたんですが、突然こうなってしまって声をかけても体を揺すっても起きないんです。一体どうなってしまったんでしょうか。おそらくマザーコンピューターの故障により彼らの脳に一時的なショックを与えられたのです。間もなく目覚めるでしょう。では命には別状ないのですね。ええ、よかった。先生、もしかすると彼らは。もしかすると何ですか。目覚めた後の彼らはこれまでとは少し人間が違っているかもしれません。どういうことですか。つまり素直でおとなしい生徒ではなくなっているかもしれないということです。凶暴性を発揮するとか。いえ、そういうことではないのです。どう言えばいいのか。僕が言いましょう。記憶の削除を受けてた俺たちが故障のショックで前の記憶を取り戻すってわけですよ、先生。慎吾君。君は。俺たちはマザーコンピューターが支配する今の巨大システムの中で組織の一部として管理しやすい部品となるべく作り変えられたんですよ。自我をなくすために記憶を消されてね。知っていたのか。俺は特殊な力があるらしくて、当の昔に記憶は戻っていたけどね。記憶の削除だなんて、国家が一体何の権利があって。さあみんな早く起きろ。さやか、龍一も、緑、唯一、智子、翔、瞳、霞、隼人、目を覚ませ。消された記憶を取り戻すんだ。
いな。例えばテクノロジーの進歩と人間性の衰退とかさ。うわぁ、ピドリ、お前の青春の血は熱く燃えてるか。イエーイ。オッケーベイビー、今度俺の新曲聞かせてやるぜ。超ベリーさあ、超今度はトルネーダになろうよ。嫌だよ、怖いもん。大丈夫よ、私がついてるから。俺、サッカーの練習しなくちゃ。瞳、俺と付き合われた？レギュラーになれたらね。シンゴ、今度私のデザイン見てくれる？ああ、いいよ。私は君たちに謝らなければならない。何をですか？君たちは今以前の記憶を取り戻した。この学園に来る前の君たちはここへ来てからそれまでの記憶を消されていたんだ。私は中央からの指令とはいえ君たちを生きたロボットにするための実験台にしてきた。今の君たちの姿を見ていかに自分が愚かなことをしてきたから分かった。すまない、許してくれ。わかりました、ドクター。サトルは、サトルはどこですか？あれ、サトルがいない。サトルを探してください。私は里に大変なことをしてしまったのかもしれません。何かあったのですか？訳は後で。まもなくコンピューターの機能は回復するでしょう。その前に見つけないと何もなければよいのですが。よし、みんなで手分けして探そう。フィジたち向こう行ってくれ。俺たち向こうだ。コンピューター動いてる。治ったのね。どうしたの、サトル？泣いているのね。これは、縮小、縮小、どうしたらいいんだ。
僕はもう生きてはいけない。僕はこれまで犯してきた過ちと罪を償うために命を差し出して詫びなければならない。何言ってるのよ、しっかりしてよ悟。僕は父が誇りだった。国の始めた重要なプロジェクトの研究員、仕事中の事故で昼食したと思い込まされていた。ところが真実は、父は国の機密を外国へ売ろうとして処刑されていたんだ。息子の僕はテレパシー能力があったために、国家権力のロボットとして働くよう記憶を組み替えられ、監視役に仕立てられた。僕は裏切り者の息子だ。龍一、聞かせてもらった。みんなも来てる。悟、君のせいじゃない。君が詫びる必要なんかないんだよ。僕は恥ずかしい。何も知らず大人たちに利用され勇気になってきたことが。しかも僕は、僕は慎吾を殺そうとしたんだ。サトル、何するの。死をもって僕は罪を償う。やめろ。慎吾、許してもらおうとは思わない。僕にはこれ以上生きる資格がないんだ。待ちなさい。あなたが死んだって何の解決にもならない。それでもいい。君だって犠牲者だ。罪なんか犯しちゃいない。一人で苦しむのはよせ。俺たちにぶつけてくれ。俺たちに頼ってくれ。俺たちは君のクラスメートだ。俺たちじゃ支えにならないか。背負いきれない苦しみは俺たちにも預けろ。生徒会長として命令する。そのナイフを奥によこせ。来るな。悟る、生きるのに資格なんかいらない。生きることを怖がってちゃいけない。君の父親と君とは別の人格だ。君は何も恥じる必要はないんだ。二度と過ちを繰り返さないために堂々と胸を張って生きていこうじゃないか。俺たちと一緒に生き直せばいい。さあ、ナイフよこせ。龍一君、ありがとう。俺、これでも生徒会長だから。ちょっと見直したわ。サトル、大丈夫？怪我はない？心配させんなよ。死んでどうすんのよ、バカ。よう、サトル。最初はなんか嫌なやつだなって感じだったけど、お前も結構いいやつじゃんって思えるぜ。勇士と違ってナイブなの。ナイブが。ナイフを振り回しちゃいけないぜ。君に私は取り返しのつかないことをしてしまった。何と言われてもパスワードを教えるべきではなかった。私は軽率だった。すまない。お願いしたのは僕の方です。ドクターに責任はありません。僕も本当のことが分かってよかった。みんな、すまない。こうなったのも私が君たちを心のどこかで妬んでいたからだ。妬む？将来、日本を支配していく特権階級として
輝かしい未来を保証されている君たちに嫉妬していたんだ。ドクターはなぜ？私などどうあがいても所詮一介の社員すぎないが、ここの生徒は生まれながらのエリートだ。大人になれば権力の中枢として社会を動かす。私はここで成果を上げて中央に認められ、知識エリートとしてシステムに君臨したかった。だから生徒たちが人間性をなくしていくのを承知の上で、さまざまな実験を受け入れ、また立案してきたんだ。とんだ笑い草だ。あなたのおっしゃったように精神科の医者が心を病んでいたとはね。ドクター、ドクターシン、コンピューターの故障は治りました。どうなさいますか？少し考える時間が欲しい。先生、行ってあげてください。先生、ね、サトル、もうバカなこと考えんな。俺たちの青春は始まったばかりじゃないか。これからは喧嘩もしようぜ、スポーツもガンガンやって、遊びもガンガンやって、それから女の子をデートに誘ったりとかさ、そんでもって振られて泣き言言ったりとかさ、とにかく目いっぱい楽しもうぜ。今までの分取り返すんだ。それでいいな、慎吾も。ああ、もちろんだ。俺たちは大人ぶらなくていい。バラードを歌うより弾けるビートで暴る方が似合ってる。禁断の楽園、偽りのバイブル、破り捨てたら Kiss me please、 運命の女神さ、踊ろう、弾むノンストップ。
明日にでも国へ帰ります。そして夏休み明けからは大学の研究室に戻ろうと思っています。一医学徒としてもう一度人間の心についてじっくり研究し直すつもりです。じゃあこの学園のコンピューター管理は？私は後任としてあなたを推薦しておきたい。もしあなたさえよければ。これでも私は一応管理者としては優秀でしたからね。私の推薦する人物なら許可されるでしょう。なぜ私を？あなたは人として正しい判断力と生徒に対する愛情を持っています。これからの彼らを指導しコンピューター支配から守ってやれるのはあなたしかいません。ドクター、私はあまりにコンピューターを信じすぎ頼りすぎていました。まさにテクノロジーの奴隷となっていたわけです。私もマインドコントロールされていたのかもしれません。でも私は学園のコンピューターを管理できるような知識はありませんし、中央の指令を遂行しなければならなくなることは私には。その点は大丈夫です。今回のことで中央政府もマインドコントロールについては一旦中止の決定を下しました。それに学園のコンピューター管理に高度な知識はありません。マニュアル通りやればいいのです。それにあなたの心をプラスして。心ですか？そう、心です。機械を操るのは人間なんですから、生徒のためになることをしてやってください。香織先生、ご存じないと思いますが、私の名前の真は漢字で心と書きます。私は長い間忘れていました。ドクター真、大学へ戻られても時々は遊びにいらしてくださいね。生徒たちの顔を見に。ええ、来させてもらいますよ。自分を見失わないためにも。楽しみだわ、あの子たちがどんな大人になっていくのか。ああ、先生、一つ大切なことを忘れていました。彼らは恋についても目覚めるでしょう。恋？ええ、この学園では人を好きになる感情は一切排除するようにコントロールされていましたし、マザーコンピューターは自由恋愛を禁じていました。ですが彼らはもう自由です。記憶を取り戻した今、恋について悩むのも時間の問題というわけです。そうでしたか。誰かを好きになったり振ったり振られたり、その度に泣いたり笑ったり、あの子たちの青春も忙しくなっていくのですね。青春とは忙しいものです。いつの時代にも。僕は君に出会って初めて自分以外の存在に愛情を分けられることを知ったよ。でも今まで知らなかった感情だから僕はどうしていいかわからない。なぜこんなにも気になるのかしら。なんか一人でほっとけない感じがするの。これは同情とかじゃなくて、もしかして恋？いつも君は僕のそばにいてくれたから僕は気づかなかったよ。でも今はっきりと分かったよ。君こそが僕を満たしてくれるんだ。Thank you.
あなたってクールに見えてロマンチスト、大人っぽく見えてとても子供。でもそこが魅力なんだな。あの人を見てるだけでこんなにも頬が熱くなる。切なくて苦しくてときめきは隠せない。だけどあの人は気づいてはくれなくて、君のこと思うだけで胸の奥なぜか痛くなる。寂しくて泣きたくてときめきは隠せない。だけど言葉に出すのは怖くて生徒会長さんよ、夏休みが終わるまでにこの学園を何とかしないとな。ああ、
はっきりと拒否しよう。マインドコントロールもコンピューター支配も俺たちが団結して強く。いくら中央の命令でも私たちの心までは自由にできないわ。みんなを集めよう。私呼んでくる。いいよ、向こうから来るのはユージたちだ。おーい、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 コンピュータールームの生徒全員の情報データファイルを消しまわないか。あんなもの今の俺たちに関係ないものだし、これからだって必要ないぜ。なあ、いい考えだと思わないか。でもどうやって。香織先生が味方なんだ、手伝ってくれるって。もう過去にとらわれて苦しむこともなくなるってわけね。確かにこれからの私たちにパンドラの箱は必要ないわね。よし、消そう。これから未来を切り開いていく俺たちに過去の情報は足かせになる。いいな、みんな。でもそれだけじゃ十分とは言えない。この学園を自由と活気と希望に満ちたものにするためにはまず俺たち自身が変わらなきゃダメだ。もう二度とマインドコントロールも記憶の削除も受けないとはっきり拒否するからには将来支配階級に加わらない覚悟がいる。それができるか。約束された地位を捨てる気持ちがあるか。俺はやる。未来は自分の力で作りたい。自由が全てだ。歪められた知識を捨てて本当の勉強を始めたい。心をなくすより生きてるって感じたい。私たち若いんだもん。太陽が眩しいな。俺たちはこの光の中を行こうぜ。青臭い理想だと大人たちは笑うだろうが、俺たちは夢を抱いて信じる道を、この光の中をまっすぐに進んでいこう。この夏、俺は空の青さに気づいた。この夏、私は花の香りを知った。この夏、僕は少し大人になった。この夏、私は泣くことを覚えた。この夏、私は心から笑った。この夏、俺はすごく興奮した。この夏、
僕は孤独ではなくなった。この夏、私は優しさを知った。この夏、私は勇気を知った。この夏、僕は恋をした。この夏を、この夏を俺は忘れない。何もかも許せない、だけど誰か愛したい。何もかも壊したい、だけど夢作りたい。I'm not afraid to die.
がない何も捨ててしまおう君を探しさまよう My soul Stop the day シャリライ我慢できない僕を全部あげよう世話し街の感じがやだよ君はいないから夢に向かい交差点を渡る途中の人はいいね二人で一つになれちゃうことを気持ちいいと思ううちに少しのつれも許せないせこい人間になってたよ愛することを忘れて真の君の幻を僕の中で作ってたいらない何も捨ててしまおう君を探しさまよう My soul Stop the night シャリラ我慢できない僕を全部あげよう
my song. You're my friend. 誰にも譲れない宝がある。 You're my song. You're my friend. 愛する音楽の仲間たち。 You're my song. You're my friend.
日本歌劇団のさつきりのです。新人公演先週新春革命スローバラードは歌えないも2日間全3回の公演日程を無事終えることができました。これもひとえに未熟な私たちをご指導してくださった先生方、関係者の皆様、スタッフの方々、そして2日間見に来てくださったお客様の皆様、皆様のおかげと出演者一同心より感謝しております。ありがとうございました。そしてこの場をお借りしまして、右も左も何もわからない私たちをずっと見守ってご指導してくださいました初瀬さんに心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。まだまだ未熟で何もできない私たちですけれども、これからの舞台一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。本日は本当に